はい、タンタンです。本日はこちら、ヘッドウェイの、ラウンドショルダータイプ、こちらがですね HJ の908 という、モデル入荷となりました。ご紹介いたします。こちらがですね国産の、ヘッドウェイのアコースティックギターなんですけども、調べたところ1980年頃の、モデルのようでございまして、2000年代にも同じモデルで復刻モデルが出てたりとかする、人気のねある、スタイルということで、こちら、いわゆるジャパンヴィンテージ、ぐらいのね年代、80年代だとねそのぐらいになってきましたけれども、一品が入荷となりました。サンバーストのラウンドショルダータイプ、いわゆる J45 のスタイルで、作られておりまして、このね特徴的なラージガード、このあたりも、ヴィンテージのねギブソンスタイルで作られておりますので、ルックスがかなり雰囲気があってかっこいいですよね。はい、こちらですね HJ の908、スプルース単板トップに、サイドバッカーマホガニーになります。でサイドバックもおそらく単板だと思われます。オール単板だと思われます。40年以上ね経ってると思うんですけどもね、その割にはかなり程度が良くて綺麗なコンディションかなと思います。もちろんね、バック板の傷とかね、傷類はもちろんありますけれども、正直そこまで大きなダメージがなさそうなので、年代以上にいい状態でございます。ラウンドショルダータイプなんでね、非常に音もガツンとしてまして、こんな感じでね、単板なんでね、すごい音量がしっかりと出ますし、中央音域しっかりとやっぱり、深いサウンドが出るところがね、魅力かなと思います。もちろんギブソン、スタイルでね、こうやっぱりジャキッとしたところは残っておりまして、なんかねこうピッキング強く弾いても、素晴らしく反応が良くて、いいこんないい育ち方をしている、国産のラウンドショルダータイプかなと感じます。状態もね、外装もすごい綺麗に、現状なってますね。大きな割れとかもないですよね。トップ板も結構引き傷ぐらいでね綺麗な状態です。この辺なんか塗装の多分シミというかね、こう何かしら出てきちゃってる部分はあると思うんですけどもね、そんなに気にならないものばかりなので状態はいいと思いますよ。はい、非常に、なかなかこの個体はないみたいなので、少し、ね、レアな、国産の
80年代の、ヘッドウェイのギブソンタイプになりますので、非常に珍しい中古品が入荷となっております。ぜひですね、ご興味ある方はお早めに、お問い合わせいただければなと思っております。そんな感じで、こちらがヘッドウェイの HJ の908 でございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。